クリリンと手合わせすんな、久しぶりだったけんど楽しかったな。
れで全部だな。父んとこへ戻るか。材料集め頼むだぞ。父、弁当の材料こんなとこでいいか。もう持ってきてくれただか、さすが悟空。父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するから。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがす。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等運に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行ったと。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。そんだ、今結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよう。あの、僕ちょっと用事を思い出したから二人は先に行ってて。僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発する。分かった、それじゃご飯。さて、これからどうしようかな。電話だ。誰からだろう。はい、もしもし。あ、ごはんくん、私よ、ブルマ。あのさ、ソンくんいる？え、お父さんですか？もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか？あのね、今うちでクリリン君が連れてきた頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯ソン君に取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだ、そんなことですか。だったら僕が。本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うよ。はい、わかりました。それじゃあよろしくね。今だったし、ちょうどいいや。よし。
マさんが言ってたものってこれのことだよね。これをカプセルコーポレーションまで届けないと。大きいから目立つよね。ブルマさん、お待たせしました。うん、それそれ。って、ちょっと。その姿は何よ。本当にご飯くんなの。事情って何があったらそんな。はあ、冷静に考えたらいちいち突っ込んでたら。さすがとにかく素材を持ってきて。逆にでさあ、ごはんくん大丈夫だ。これが人造人間。お父さんを殺すために作る。いやー、できたできた。うまくいったの。うん、ごはんくんが小さいけど。さて俺
よし。ナバ、そうか。オッケー。成功。やった。お前たちがおる。何？それに、ご飯。孫悟。そんなこと。あ、そう。じっと。博士。なんだね。この体。孫悟。悪いけど言ってくれる？俺は先に行く。森で会おう。ご飯くん、よろしく頼むわね。は、はい。どうですか、体の調子は。悪くない。完全に治ったと見ていいだろう。それは良かったですね。あ、ああ、彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいです。それはいい夢だ。そうだ、それが俺に与えられた。それ以外には何も。俺は争いが好きではない。だからってかつてドクターゲロが言っていた。俺の姿はドクターゲロの亡くなった息子の姿を模しているんだが、勇猛だったという彼とは似ても似つかん。そんな俺は こんなとこに集まってやがったか。そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだとしかし運がいいぜ、動物どもが一か所。こいつら密猟団か。孫悟飯。はい、あんなやつらやっつけ。孫悟飯、それに実を言うと本当ならどうやらおそらくはお前も俺さあ、僕と16。どうだったね。完全に元通りになっていた。聞いたわよ、ドカーン。いえ、そんなこと。そうだわ、そんな
遠慮することないわよ。ご飯のやつなかなか来ないと思ったら、ブンダ今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさんちはお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さ、羨ましいんでねえべか。羨ましいっちゃ羨ましいけど、オラには父の飯があっからな。やっぱオラと、そうだか、お世辞でも。ご飯が家に帰り、しばらく経った頃、臨時ニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を受け壊滅いたしました。繰り返し。そんな、なんで無駄に命を。ちくしょーく。父、オラ、悟空さ、行っちまっただ。さあ